はい、どうもボーリング TV のヒデです。今日はお家で練習できる練習方法を、皆さんに教えたいなと思います。最近コロナが流行ってて、コロナウイルスでお家から出入りできない方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、ボーリング場に行かなくてもお家でできる練習っていうのはやはり今は大事になってきているかなと思いますので、それでは、動画見てください。皆さんがまず準備していただくのはボールの、こうやってボールを入れる袋、これボーリング用品で各メーカーで売ってらっしゃるので、ぜひ購入してください。あとはお家で、何ポンドでもいいのでボール用意していただいて、ここに、入れていただくというふうな形です。でボールを準備できない方は2リットルのペットボトルとかでもいいので、ペットボトル準備してください。で2リットルの水でやるときは、2本とか入れてもらってもいいかなとは思います。それでは、練習する内容なんですけども、皆さん、ボールを持ってスイングするときにやはりスムーズなスイングをすることは大事だと思うんですよ。でスイングするときにこう何を打つとスムーズなスイングができません。なので波を打たないスイングを心がけて練習してください。でボールを実際に持つと全く意味がなくなってくるので、こういうふうにボールの動きに合わせて手を振る練習をしましょう。実際にボールを持つとボールに合わせたスイングができません。自分の力でスイングしてしまいます。なので、こういうふうにボールを入れる袋にボールを入れてボールの動きに合わせて手を振っていただいた方がいいです。波を打つということはこういうふうに、こういうふうに波を打つっていうのはダメです。こういうふうにボールの動きに合わせてスイング、 OK ですか。で続いてこれに合ってきたらこのボールが降りてくる、上がって降りてくる、この時に膝を合わせてほしいんですよ。膝を曲げる、この動き、この動きがボールの速度をアップさせます。アップさせます。この動きがボールの動きをアップさせるので、家でまず一段階目これして、ね、で二段階目はこういう風に膝を曲げてボールの落ちてくるのを、降りてくるのを勢いよくさせるためにはこのブランコみたいな感じですね。ブランコ、ブランコって言ったらこの下がるときにちょっと膝を曲げて勢いよくさせるためにこういう風にやります。でこれで慣れてきたら次は、右足あって左足、これを少しこういう風にします。右足を少し下げます。でこの時にこういう風にするんじゃなくて左足の真後ろに右足を置いてください。でこれでまたボールが波を打たないように、このように波を打たないようにゆっくりボールの動きに合わせてスイングしてください。でこれを落ち着いてできるようになってきたらこの今後ろにある右足をボールが前に行くのに合わせて閉じます、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 はい、こうすることによってスムーズなスイング、そしてスムーズなそのボールを投げるフォームに仕上がってきます。で今の
この練習何が大事かっていうと、まあ、こういう練習をしとかないとボールを投げるときにこうなるんですよ、こう持ってかれるんですよね。だから体が持ってかれないように練習してください。はい、以上が和田秀和の、お家でできる練習講座でした。また皆さん、動画で、何回か見て、家でしっかり練習して、コロナに負けないように頑張っていきましょう。ありがとうございました。